今度イエイ皆さんどうも、私はみんなが見てわかるように私の職業はそうです、映画の監督であります。ちなみに私のニックネームはあのスピルバーグにちなんでハンバーグなんちゃそして今日のですね、新しいあの僕の初めての作品で当たるんですけども、これがまた最高の作品でして、これ何してんだバカ、なんだそのメガネは。すいません、あんまよく見えない、前が見えないもんで。なんでそのものつけてきてるんだ。いや、受けようと思いまして。受けて、このバラエティは私が主役だ、そんなもの外せ。はい、おあ、お前は病気か、まったく。失礼します。どうもすいません、話が中断しまして、私のですね、うん、あの今日撮る映画、処女作であります、その、え、処女だってエッチ、バカなやつだ、初めて撮る映画を処女作って言うんだよな。私のこの処女作である、あるバレー部員の、バレー部員の殺意、これですね、これを青春映画を今から撮りたいと思います。野村、野村、野村さん、野村さん、はーい、あ、僕だ、お前、はい、お前遊んでる場合じゃないだろ。わかったら、一番初めのファーストシーン、はい、部員たちが部室から華麗に出てくるところ、な、部室から、はい、わかったら野村一人ずつのアップを頼む。アップです、アップ、よろしく、アップですね、わかりました。それじゃあ、あの女優さん、僕あの声をかけたら元気はつらつ、ルンルン気分で大きな返事をしてください、わかったね。はい、よし、それではまず初めはですね、はい、三原純子さんから言ってみよう。三原純子、アクション。今日も一日頑張ります。かっこいいね。それでは次は河合奈保ちゃん、どうぞ。頑張ります。かわいいね。それでは続いて秀美ちゃんと千恵美ちゃん、はい、アクション。そしてですね、本日、はい、本日のスペシャルゲスト、アメリカから迎えました、イエイ、ブラックシールズ、イエイ、よろしく、いや、すごいね、これすごいんだかと思う、よろしく、これが俺、はい、はい、どこ撮ってんだ、いや、これで、こうやって壊れるだろ、カメラが、あ、ブルークシールズはどうした、ブルークシールズは、あ、すみません、あの、スケジュールの都合でブルークシールズに似た方をフィーチャーいたしました、どこが似てるんだ、ブルークシールズに、え、そうよ、私ね、ブルックシールズのモノマネコンテストでね、モノマネコンテストで優勝したのよ。優勝した。全然似てないじゃないか、こんなのブルックシールズに。いいよ。よし、それじゃあみんな揃ったところだな。監督さん。なんだよ、気持ち悪いな。監督さん、この映画に松田聖子さんが出演なさってるって聞いたんですけど、どこにいるのかしら。俺が話してるのにな、そういうふうな余計なことを聞くの後で来るよ。わあ。え？怒った監督さんって。素敵気持ち悪いな、いい感じだろ。よし、はい、全員とこ揃っとけ。な、揃ったところでなら、はい、君たちの憧れの的、な、田原コーチがやってくる。分かったな、田原コーチ登場する。はい、なんだお前今の登場の仕方は。なるほど、殴ることねえだろ、マッチ。俺は監督だ。なんで今のあの派手な登場の仕方は。すいません、つい音楽を聴くと踊りたくなっちゃうたちなんです。いいでしょ、お前はな、鬼コーチの役だぞ。あ、コーチで思い出した、野村、はい、コーチ買ってきて。あー、くん面白かった今のギャグ。それじゃあ、よし、みんながあの、はい、いて、平良くんが登場するところから、はい、あそこから返すのやめよう。次は、ダッチ、次、次、平良くんがね、平良くん、なんかマジに痛かったみたいな。いや、平君のみんなに号令をかけるところだ。はい、分かったな。じゃあそこから行こう。野村君、はい、スタートよろしく。はい、行きます。はい、はい、それでは本番行きます。じゃあ静かに、静かに、はい、静かにしてください。はい、行きましょう。はい、よーい、スタート。痛い痛い、指挟んじゃった、痛い。お前が一番うるさいじゃないか。もう静かにしろよ。すいません、平君、平君、はい、よ、アクション、
はマラソンして、このバスケット部のね、はい、この体育館に入ってくるところ行ってみよう。はい、はい、行きます。よーい、スタート。わっしょいわっしょいわっしょい、はい、わっしょい、はい、わっしょい、わっしょい、アップ、わっしょい、アップ、わっしょい、しかし地区予選が明日だと思って、みんな今日一日を大切に練習に励んでもらいたい。いや、また荒井君は続いてくれる。よし、それでは早速練習に入るが、はい、今日は重点的にドリブルを中心に練習を行いたいと思う。いいか、まあ、ドリブルってのはな、ドリブル、こういう風に重点を下に置くことがすごく大切なんだ。お前、お前何遊んでんだ。これはバスケットじゃなくてバレーボールがテーマだろう。そんな堅いこと言うなよ、お前。誰々しいね、結構。俺は監督だよ。お前主役おるぞ、それだったら。申し訳ありません。おるぞ。はい、じゃあ次は、厳しい練習のところから行ってみよう。はい。頼むよ。それでは、はい、早速、レシーブの練習行ってみよう。はい。まずは、じゃあ、三原。はい。はい、行くぞ。頑張ってね。そう、レよし。よし。はい。はい。頑張って。そう、レはい。よし。続いて、ブルック、シールズ。はい。行くぞ。誰が優勝と言った。すいません、違うだろう、はい、ごめんな、太郎君、次新しいボールでよろしく。はい、監督、分かった分かった。どうも、いいな、よし、来い。お前悪い、今のはお前が悪い。はい、ほっとこい。わかりました。はい、どうしようもない奴が揃ってるな。よし、やありました、ありました。なんてやつを持ってきてんだ。遊ぶな、ダメだ、もうふざけて。これはもう演技にならん。今日はもうこのシーンはカットする。明日やる。しょうがないな、今日は夕暮れのシーンやるか。これから、え、監督ちょっと無理ですよ。ほら、まだ太陽があんな高いところにあるんでしょ。大丈夫だ、夕暮れになる。ご覧の通り急激に夕暮れになったということで、今日は練習が不可能ということで、今日の練習はこれにて終わりにする。はっ、どうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。帰ろう。はい。そしてこの体育館には原君しかいなくて、田原君の独白の世界に入ったセリフ。くそー、なんていうことだ。いいね、腐ってたまんない。はい、続いてセリフよ。このままでは小学生と試合をやっても勝てやしない。一体どうしたらいいの。そうそう、その臭さの中に三原君のセリフ。コーチ。あ、どうした三原君。私コーチにお話があるんです。話。はい。いいね三原君。そして三原君はこのままコーチのところに寄っていく。おっと、ストップ。これ以上乗るとファンがうるさい。誰ね。はい、続いてセリフどうぞ。コーチ、私思い切って言います。私コーチのこと。いや、早く。それ以上喋っちゃいけない。いえ、言いたいんです。私コーチを愛してしまったんです。いけないよ三原君。いいか、君と僕はコーチと生徒、それ以上の感情を持つことは許されないんだ。じゃあコーチ、私がお嫌いなんですか。いいよいいよいいよ三原君。なおもコーチに詰め寄る詰め寄る。コーチ、そうそうそう、正直な気持ちを聞かせてください。お願いです。いやいや、好きだよ三原君。コーチ、三原君、そこまで。三原君、待てこら。つい芝居に熱が入って。嘘つけ。なんてことしたんだろう。今なんかマジっぽかったぞ。そのことないか。芝居に熱が入ったか。はい、よし、しょうがない。それじゃあ2人ともこっち来い。な、今のところから続けるからな、覚えておこう。そしてこの2人を見ていて、もっとこっちだ、もっとこっちだ、こっちだ、違う、逆だ、こっちだ。そしてこの2人を見ていて、
すごく怒っていた。嫉妬していたよ。嫉妬していたのはブルックシールズ。ブルックね。ブルックが怒って鬼みたいな顔になってナイフを持ってきて二人の前に現れる。じゃあ、ヤラさん、聞いた。聞いたわよ。私が孔子のことを愛しているということをあなた知っていながら、あなたって人は早がるんじゃない。ブルック、先生は黙っててちょうだい。殺してやる。いやいや、ただいかあなたのために入る。やめなさい。やめるのやめろ。離してよ。そう、そんな人は二人で止めるのも聞かずに、ブルックは怒る。ヤラの方に寄っていくけど、そこへ止めつけるのはブルックのお姉さん。お待たせいたしました、松田聖子さんが登場します。松田聖子ちゃん、アクション。やめなさい。お姉様、お姉様、黙っててよ。お姉様に私の気持ちなんか分かりっこないわ。痛いほど分かるわ。だから思いとどまって。あなたが思いとどまってくれたら、私はあなたの言うこと何でも聞いてあげるわ。本当？本当よ。何でも何でも言うこと聞いてくれるのね。美しい芝居合い、いいね。臭いよ。続き言っていいんですか。いいよ、最後のセリフ。最後のセリフ。お姉様、じゃあ私の妻になって。死んじゃおう。